眼科の平松です。現在8ヶ月の息子が先天性緑内障で生まれ、生後10日で手術をし、現在経過観察中なんですが、先天性緑内障、赤ちゃんの緑内障について詳しく教えていただけると助かりますってご質問いただいたんで、ゆさんですね、お答えします。結論から言うと、先天性緑内障はもう普通の、大人の緑内障と全然違います。これは手術が基本になって、まあ今回手術受けてるんでいいんですけど、要は本来眼圧が高くなって目の神経がダメージを受けるのっていうのは緩やかなんですけど、お子さんの場合は眼圧結構高くなりやすい、もともとがね、形状なんで。ただ手術をして下がっていれば、まあ、そんなに問題ないです。一方でお子さんの場合はね、目の神経が比較的なんていうかな、眼圧にねフィットしやすいんですよ。だからそのため目が逆に大きくなってきたりすることもある。牛眼って言って黒目が大きくなってきて、それで対応しちゃうってことがあるので、まあ、黒目が大きくなってくると、まあ、ちょっと要注意っていうところがありますね。もうちょっとね、細かいことはもろもろあるんで、また別の動画でも紹介していこうと思うんで、まあ、まず基本はそんな感じって思っていただければと思います。こんな感じの疑問質問ありましたらコメント欄に書いていただければと思います。よろしくお願いします。